こんにちは、わしみです、今日もご質問いただきましたのでそちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、私は球外形成不全で特に、左足が立っているのが、辛いです。しゃがんだりするのが不自然です。お医者さんからは特に運動制限がないんですが、動画を見ながらリンパケアをやっていますが、なんとなく楽になった時もあるのですが、骨の具合から来るものはリンパケアでは補いきれないでしょうか。球外形成不全で改善された、患者さんもおられますかということでした。で、まずリンパケアで、球外形成不全が、それが治るということはまずありえないと思います。骨の話になりますの で、ただ球外形成不全というのは股関節ですね。股関節に対して、ストレスがかかるとやっぱり辛くなりますので、足の筋肉というのは内腰筋ですね。こう立ってる状態だとして、ここです。ここに対してストレス、足の荷重、例えば立ったり座ったり歩いてるっていう足をここに直接入れちゃうと股関節にやっぱりストレスがかかりますので、より辛くなるんですけども、ここでなくってもっと内側の中の筋肉ですね、筋肉に対してストレスをかけてあげると、こちらのストレスとこちらのストレス、こっちに荷重をかけて股関節にかかるストレスと、ここですね、溝落ちのところにかかって立ったり座ったり歩いたりするときのここに対するストレスというのは全く変わってきますので、そちらの方ですね、球外形成不全ということは良くなることはないんでしょうけれども、そちらにかかるストレスを動かし方っていうのはありますので、例えばこういうふうに座ってる状態でここですね、股関節のところによいしょってここの股関節に乗せて立とうとするとやっぱりこちらにかかるんですけども、ここですね、溝落ちとか胴体の部分に乗せてもらってよいしょって立ってもらったり座ってもらったりするだけでもだいぶこちらに大腰筋の方に荷重がかかるので、股関節の方にはストレスが楽になると思いますので、そういう体の動かし方ですね。で、あともう一個は動かし方、大腰筋をいきなり意識して動かそうとするのは難しいので、ケアですね、緩めてあげて動ける状態にしてあげてから動かすような練習をしてもらうっていうのがいいと思います。で、大腰筋を緩めるケアとしてはシェー体操とかで、あと今言ったみたいに動かすっていうことが練習をするっていう意味では水落ち体操なんかもいいと思いますので、ぜひお試しください。はい、以上です。ありがとうございます。